ロート製薬公式 YouTuber のネバセイココロです。今日は禁断の企画です。なんと私のデスクを公開しちゃいます。改めて説明しますと、私は普段ロート製薬の社員として働いてて、スキンケアの研究開発や広報活動をしています。そしてじゃん、これ私の名刺です。どうですか、いい写真だと思いませんか。こういうのって普段照明写真の機械を使うと目線難しいじゃないですか。でもロート製薬の社員はみんなカメラマンに撮ってもらってこの写真を使ってるので目線もバッチリなんですよ。めっちゃいいと思いません？だからね、いいと思いますよ。ロートのキャラクターのロッタくんも可愛いですよね。次はこちら、うちのオフィスです。いつもは眺めいいんですけど今日はあいにくの雨なんですよ。なのでちょっと景色があまり良くないですよね。そしてついに公開します、私が普段仕事をしているデスク。いきますよ、こちらです。どうですか、これは私が広報として仕事するときに使っているデスクなんですが、正直片付けました。すいません、普段はもうちょっと汚いです。まず最初にね、このバランスボール、これに乗って毎日健康に気をつけながら仕事をしているんですよ。それでこれが私がロードバイクで島並海道を旅行した時の写真です。めっちゃよく撮れてると思いませんか。写真の横に置いてある2つのリップクリーム、これ気分によって使い分けてるんですよ。でここに2つある目薬、ピンクの方が普段使っているリセで、青い方が本当に疲れた時に刺してる V ロートプレミアムです。でこれネイルクリーム、リフレッシュするときに使ってるんですよ。でスキンアクアは日焼け止めで、ランチのときにさってやっていってます。そうで夢ノートね、これも常に私の目につくところにあるんですよ。目標を忘れないようにね。これ活動量計って言うんですよ。ロート社員全員に配られていて、毎日8000歩、早歩き20分を目指して健康に気を使いながら毎日歩いてるんですよ。でそこ、ここにメモ貼ってて、そう明日10時から会議あるんですよ、資料まとめなきゃ。どうでしたか？いやちょっと恥ずかしいですね。でも私のこととかロートのこととかもっと身近に感じてもらえたんじゃないかなと思います。次は私が実際に働いてる姿とか見てもらえたら、なんなん心、めっちゃ真面目でいい子やんって思ってくれますよね。その時を楽しみにしててくださいね。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、 Twitter を見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。